じゃあ今日はですね、こちら今2人で着用しております。これがステラシフォンさんの新作になってまして、お名前がですね、ストレッチダブルトップス。これがソフトダンボール生地ですよね。ちょっとこうデザイン的にはこうトレーナー的な、スウェット的な形をしてるんですけど、結構お袖が緩い。はい、タポッと。タポッとしてますね。しております。うん、で全体的にゆったりはしてはいるんですけれども、お袖のところのこのリブがしっかりしているので、そこでしっかり生地が止まる分、こうだらーっとしないで、意外とこうすっきりと着ていただくことができます。そうですね、これがコクーンシルエットトップスになってて、ここが分かりますかね、ちょっとここにつまみがあってポヨンとここでしてるんですけど、これがですねレーヨンとかも入ってるので、すごくこう柔らかい素材で、でアームホールが結構ゆったりしてます。でお袖がちょっとふわっとしていて、ゆったりとしたデザインなんですけど、このお尻のシルエットだったりとか、この肩のここの、はい、ここですね、ここの切り込みが意外と袖広げてもらうと結構身幅が削られるようなカットの入り方して袖ついてるので、ちょっと後ろ行ってもらっていいですか、はい、両方見て真ん中で見せてもらうと、はい、ここが細く見えると思うんですよね、肩のところの、うん、ちょっと華奢に見えますよね、なので結構袖長い状態でもまくってもらった状態でも全体的にふわっとしてるのにスッキリ感があるかなと思います。そうなんです、なんか横裾がここに裾の部分にリブがないので、その分下に真下にストンと生地が落ちるので、女性らしいシルエットでですね、すごく綺麗かなと思います。でこれがポリエステル 76%、 レーヨン 18%、 ポリウレタン 6% で、本当にもっちりとしてる軽い素材ですね、リブの部分が綿98のポリウレタ 2% で、まあ一般的な使いやすいリブになってます。でカラーが今中村さんが着ているのがネイビーで、持ってるのが一応カラーはホワイトなんですけど、アイボリーちょっと、クリーム色っぽいかなと思います、ちょっと色入ってますよね、真っ白では全然ないです。私がこれがライトグレーですね。ちょっとお色味が明るめのグレーです。黄色っぽさはそんなにないかなと思うので、結構使いやすいマットのカラーになってますね。そうですね。3色とも本当に使い勝手がいいかなと思います。展開だと思います。首のところのこのリブが結構太めになってるんですけど、首元全然開かないので、もう下とか向いても全然大丈夫です。血管もさすがにほぼないんで、まあさらっと気楽に着ていただける生地感かなと思います。中村さんはスカートですね。はい、もうリアルバイしているお気に入りのスカートと合わせてみました。柔らかいので履いていただいてます。ちょっとコメントも見ますね。こんばんは、こんばんは。今日チラッと触ったらもちもちサラサラで気持ちよかったです。ありがとうございます。そうなんですよ。すごく。あ、楽しみにしてました。スウェットかわいい。こんばんは。ありがとうございます。ちょうど今日こちらのトップスをお友達の誕生日プレゼントにお選びいただいた方もいらっしゃるので、あ、そうですね。すごい嬉しいですよね。ちょうどいいですね。あら、着た方がかわいい。ありがとうございます。そう、これ形がかかってるのを見るとすっごいシンプルなんですけど、着るとちゃんと立体感のあるお洋服なのですごい可愛いですね。裾子くんは可愛い。そうなんですよ。お洋服は動きがあったりとか立体感あるとすごくいいかなと思います。あ、ネイビーとオレンジ合いますね。あ、そうですよね、可愛いと思います。こちら価格がですね、税込みで 19,800 円で、これはお家で手洗いかになっていて、サイズはワンサイズのフリーサイズですね。これはすごくサラサラ気持ちいい感じかなと思います。で今新藤さんが合わせてるデニムもちょっとオーバーサイズ。そうですね、ちょっと珍しい、あ
ルシャルさんと同じようなウエストの感じなんですけど、ちょっとこのゴムが、でもこれデニムなんです。もうストレッチ素材とかは入ってないちゃんとデニムなんですけど、これ柔らかくて薄いので太めなんですけど、すごく可愛いですね。ワンサイズしかないんですけど結構履きやすいので、ぜひぜひこちらも最近のおすすめなので試していただきたいなと思います。これ結構シンプルで、まあ、ここにシュッとラインは入ってるんですけど、ほんと胸元シンプルなので、さっき の、 あの中村さんみたいに長めのネックレスかけていただいたりとか、私はものすごいこれが好きなんで、こういうの合わせたくなります。超かっこいいと思って、トワミーでこんなハードな感じになるっていうコーディネートだなとは思ったんですけど、めっちゃかっこよくないです。ミューニックのベストなんですけど、これ個人的にものすごい好きで、あーかわいいと思って、すごいですよね。結構ハンサムな感じで着れるかなと思います。なんでシンプルなんで、こういうのと合わせてもらってもすごくおしゃれに着ていただけるんじゃないかなと思いますね。ちなみにこれはカーキもあります。あとは普通にやっぱりこの辺トロワさんの、今ちょっと中村さんに上の色変えてもらって下も履き替えてもらってるんですけど、デニムからちょっとこうチェックに変えるだけでまた雰囲気が変わって可愛いかなと思いますね。ベストはあのアウター受注会の時にトロワさんのちょっと定番のベストが一方あったんですけど、あれが今年はそれでしか入ってこなかったんで、どんなベストが入ってくるのかなと思ったら今のミューニックさんだったりとか、ちょっと店頭に来ていただいた方が見かけたかなと思うんですけど、めっちゃもそもふもふ超あったかいんですけど、これやばくないです。結構丈が長いんで、低身長の方とかだと長いねって言われたりはするんですけど、本当にあったかいのと、もうずっと撫でてたい感じの超可愛いと思って、ウイコです。この子は本当に可愛い、あったかいし、ポケットもちゃんとあって、こんな感じですね。去年ベストじゃなくてこの形にちゃんとお袖とかがついてるダウンジャケットがあったんですよ。でここの部分は同じようなこうファーのベスト風になってて、アウターだけどベスト着てる風に見えるっていうのがあったんですけど、それもものすごい人気で、もうボディに着せてはなくなって、入ってきてはなくなってみたいだったんですけど、今年はしっかりベストですね。こんな感じで着てもらっても構いです。あ、すごい、新藤さんとってもかっこいい。あ、いいですね、いいですね。中村さんにも色を変えていただきます。チェックのパンツ合いますよね。すごい可愛い。こんな感じで着てもらってもすごいいいかなと思います、ね、柔らかい色なので、かといってまた真っ白じゃないので、また取り入れがしやすいかなと思います。いいですね。とにかく軽くてもちもちしてるので、着ててストレスが全くなくお使いいただけます。着合わせがすごい可愛いですね。ペタンコのスニーカーとかで合わせてもらってもいい長さで可愛いですね、パンツも、ね、結構ちょっとボトムで意外とこのトップスは少し切れ目な雰囲気でもお使いはいただけるかなと思います、うん、ちょっとコメント読めますね。スカート合わせいいですね、ありがとうございます。さっきの可愛かったですよね。ありがとうございます。ボーイッシュで素敵です。デニム履けなかった、あ、さっきのですね、似合う、それかっこよかった、ありがとうございます。ベストかっこいいですよね。かわいいタイプとかっこいいタイプとあって。あ、新藤さんかっこいいのとっても似合う。ありがとうございます。おかげさまでかわいいのはあんまり似合わないんですよね。もふもふ。そう、もふもふなんです。こんばんは。もう店頭に並んでますか？並んでおります。嬉しい。あ、来ていただいて。かわいいですよね。こっちの色も。またカーキと黒で雰囲気変わるので、ちょっとこういうアイボリー系の組み合わせで着てもらうと可愛いです。あ、中村さん可愛らしい。 ありがとうございますですね。あ、これだけ暖冬だとベストいいですね。本当そうなんですよね。結構ベストってあったかいんで、背中あったかいとものすごいあったかいんですよ。なんでベストお持ちじゃない方とか、今まで挑戦してこなかった方でも一個なんかしらベストあると、やっぱりこういうラフに着れるトレーナー系に
1個こういうの持ってるだけですごく使いやすかったりもするので、また来たい。あ、ぜひぜひ。本当モフモフ気持ちいい。いいですもん。ずっと触れたい。飽きないというか。そうなんです、ね。でこちらのスープもここのリブがしっかりしてるので、うん、こうたくし上げていただくとちょっとこうパフスリープのような可愛いシルエットになるので、うん、またこれで、ね、スカートでもボリュームがあるものでも目線がもっと少しそうですね上に行くのでスッキリしてお使いをいただけるかと思います。伸ばした状態だと、まあ普通にしっかり長さはあるんで、でもリブが意外とちゃんと長めですよね。そうなんで、ちょっと上げてもらっただけでも、相当細い方じゃない限りちゃんと止まるかなって思います。はい、もう止まりがとても気持ちがいいです。うん、きつい感じじゃないので、でこういう感じでベストアウトとかしてもらったり。辛坊さん似合いますね、本当にそれが。長さのお尻がちょうどこの子が隠れるぐらいなんで、本当にパンツ合わせ、スカート合わせがすごくしやすいデザインかなと思います。今履いてるデニム、ブラックなんですけど、こっちのインディゴもあります。どっちもこれ本当に同じぐらい人気なんで、一回履いちゃって欲しくなりますね。欲したら欲しいって言ってたんですけど、斉藤さんも欲しいって言って。みんな欲しい。さあ誰が手に入れるのかなっていうのはちょっと思いますけど。で次回行ってあったら買ってしまいそうですとのコメントいただきました。なんか結構うちはいろんなセレクトショップなんで、ブランドもいろんなの入ってるんですけど、結構変形型とかデザインが1枚で決まるのも多いんですけど、この子ってどっちかって言ったら組み合わせがしやすいタイプの子かなと思うので、ボトムがちょっと変形だったり柄物だったりでネックレスつけてもらったりとか、上にベスト着たりジャケット着たりでいろんなものと合わせやすいお洋服かなと思います。何よりも気持ちが本当にそうなんです。すごい着心地がいいので、ちょっとこれはかかってるとシンプルなんで皆さん素通りするんですけど、本当に試してもらうとすごくいいんで、形綺麗ですね。そうなんで、でちょっと小柄な人が来ていただいても、うん、全然ここでちょっと入るので、あるのでだらしない印象にならずにお使いいただけます。そしてシルエット拾わないけど柔らかいんです。本当に思ったよりこれ薄くて柔らかいんで、それがすごくいいかなと思います。どうすれば伝わるんだろうっていう。結構本当に柔らか薄めっていうほど薄くもないんですけど、着心地がいいので、ぜひぜひ来ていただいた時に触ってもらうと、なるほどこのぐらいかってなると思うんで、そう、何を着たらいいか迷った時に1枚これあると本当に便利だと思います。そうなんです。スウェットは2色ですか？3色ですね。3色でございます。ネイビーと少々お待ちくださいませ。私が今着てるライトグレーと、さっきの中村さんが着てた一応ホワイトなんですけど、ちょっとアイボリーかなっていう色と、こちらのネイビーで3色ですね。すごいどれも使いやすいいい色なので、ぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。ベスト欲しい、ベスト可愛いですね。ところがこのベストどちらももう人気で、もともと入ってきた枚数が少ないんで追加来るか分かんないんですけど、ファーのベストもミューニックのベストも2色各1ずつしか今店頭にございません。そうなんですよ。なのでぜひぜひ早い者勝ちにはなっちゃうんですけど見に来ていただけたらなと思います。あ、来たら欲しくなるやつだ。そうなんです。そう、このモフモフはこの何色？グレージュみたいな色と先ほどのグレーで2色ですね。どっちも合わせやすい色だと思います。あ、ネイビー欲しい、ありがとうございます。可愛いですよね。では一通りご紹介できたので、はい、またさせていただきます、はい、これがですねストレッチダブルトップスで、カラーがホワイトかっこアイボリーに見えるとライトグレーとあとネイビーですね。でこちらの方が手洗い可になっております。でトップスは基本的にフリーサイズワンサイズしかないので、この着てるサイズのみになってまして、金額が税込みで 19,800円ですね。可愛いですね。この肩と後ろもちゃんとラインが入ってて、で横がコクーンでつままれてるので広がりすぎず、でも柔らかいのでブワッとしないで落ちるっていうのがポイントかなと思います。
本当カジュアルになりすぎない印象のスウェットなので、下に合わせてもらうカジュアルなパンツでも、ちょっときれいめなものでも、最初に履いてたようなスカートとかですね。そうですね。今ちょっとスカート履いてきちゃった感じです。こういう感じのスカートで合わせてもらっても、きれいに着れるので、合わせるもので本当にどうとでもなるので、ベストもさっきみたいにかっこいいの着たらすごいかっこよくなるんですけど、モコモコ着たりとか、ちょっとかわいいスカートで合わせてもらったら、その雰囲気にできるので、なんとでも合わせやすく、雰囲気作りやすいお洋服かなと思います。あ、勝手に違うページ開きますよ。で、よほど、ね、これから着るアウターも、腕周りが細いものでなければ、これすごく腕通しがいいと思うので、そうですね、たっぷりしてる割にはこの辺があまりもたつかないで着ていただける、うん、お使いいただけるんじゃないかなと思います。こんな感じなので言うほどこう裾も上がりすぎないので、別にアウターとかそこまで気にならないぐらいかなと思います、はい、最近ちょっと緩めのお袖のお洋服アウター多いので、うん、全然気にせず使ってもらえるかなと思います。もうジレ合わせてもいいですし、うん、ベスト合わせていただいてもいいですし、このアウターいろいろと楽しめそうですよね。ですね。で、中に何か着ようと思えば、実際ベーシックカットソーだったりとか、うん、こことかも襟のあるようなシャツとか入れちゃっても余裕で重ね着ができるサイズ感なので、本当にいろいろ使えるかなと思います。だからシャツ入れても、はい、ストレートシャツとかでもいいと思います。可愛いですね。ネイビーに黒いベストはダメかな？いや、そんなことないですよ。あ、中村さんの履いていたスカートのネイビーに合うのは何色ですか？ネイビーに合うのは、あ、でもこの色ネイビーに、あ、着ていたスカート、中村さんの履いていたスカートのネイビーに合う、だからこれに合うってことですよね、はい、履いていたスカートのネイビーに合うのは何色ですか？正直これだったらどれでも合うんですよね。印象がどれが好きかかなと思います。でも合わせても綺麗ですし、うん、このアイボリーで合わせても綺麗ですし、うん、私が着ているグレーで合わせても綺麗なので、うん、どれでもいけるんですけど、色のトーンとしてはこれが一番綺麗かもしれない、ね。あ、そうですね。ちょっと上品な雰囲気に、うん、になるのはこの合わせかなと思います、はい。グレーとかとブルーって相性がすごくいいので、ネイビーネイビーも可愛いんですけど、それだったらこっちの方が綺麗かなって感じがしますね。はい、うん、かな。あとはネイビー、あ、ネイビーに黒のベストはダメかな？黒のベスト合わないことはないです。そうですね、このネイビーは黒とちゃんと色の差が出るものだと思います。こんな感じかっこいいですよね。はい、とってもかっこいいです。こんな感じです。明るい印象が欲しいなとかだとあれかもしれないんですけど、でも全然これだったらこんな感じ。あ、いいですね。これとかだったらどうです？ボタンとかこのぐらいの色合いだったら上黒ネイビーでも綺麗かなと思います。うん、こんな感じで可愛いですよねなので全然この色合わせでもいいと思いますよ。あ、すごい明るく、すごい近くに行くと明るくなる。そうです。あ、よかった、合ってましたね。ライトグレーネイビー合わせよかったです、ありがとうございます。かっこいいですね。大丈夫そうです。あ、よかった、よかったです、ありがとうございます。大人が着れるスウェットですね。上品にも使いいただけるので、もう楽ちんで着やすいのに綺麗に決まるの、すごく使い勝手いいかなと思います。最高の吉田ですね。着てると欲しくなる、本当に毎回危ないこれ着ると本当可愛いので結構おすすめです、はい、参考にしていただければ嬉しいです。ではおやすみなさい。ありがとうございました。可愛い、ありがとうございます。いつもテンション高くて申し訳ない。ではでは、はい、コメントありがとうございました。おやすみなさい。